しかしながら、またジュンユンは日本語が上手になりましたね。そうでしょう。しかし、シャンも素晴らしい言葉を使います。そう言ってもらえると嬉しいですよ。はいはいはい、上海人と台湾人、こんなところで褒め合わないの。あの二人の挨拶みたいなもんだ。放っておいてやんな。なお、孫シャンが上海出身で、在ジュンユンが台湾出身です。ありがとうございます。日本語は漫画やアニメで学びました。でもそれのせいで最初の頃はとても大変でした。この筋肉ムキムキの男が一人称はオラで、語尾はダゾだもん。最初会った時に笑っちゃったよね。リリン、とても昔の話はやめておきましょう。もう私の癖は今は治りましたからね。蔡淳雲は俺が知る限りで一番強い男だ。地下闘技場への護衛には最高だろう。そう言われるととても嬉しいです。実際私は強いです。格闘技はもちろん、悪魔の使い方も人一倍です。ああ、いい機会ですから、どうです、新人さん、私と一戦してみませんか。おいおい、そんな暇は。漫画などでよくあります。戦いで親睦を深めるんです。よろしいですね。それでは。上着は脱がなくていいですよ。隙を見てすぐに脱ぐんだから。やれやれだぜ。おいで、私の悪魔たち。良い力です。私とても気に入りました。仲良くしていきましょう。交流会はもういいかな。そろそろ行こうぜ。はい、地下闘技場へ行きましょう。東京ドームの下ですよね。え？地下闘技場は東京ドームの下にある。漫画にそう書いてありました。また分かりにくいネタを。賞金首の新人さんは顔を隠せるマスクが必要ですね。急いで買うのがいいでしょう。知り合いの店が近くにあります。彼、あんな調子で人柄と顔がいいのでよくモテるんです。誰に対してもああなので、あまり勘違いしてはいけませんよ。わかりましたか。それで問題ありません。さあ、みんなで一緒に行きましょう。